アメリカのニコラス・バーンズ駐中,中国大使の投稿が再び中国のソーシャルメディアから削除されました。バーンズ氏は駐中,中国大使として今年4月に就任しました。バーンズ氏の発言が中国のソーシャルメディアから削除されるのはこれで3度目です。これを受けバーンズ氏はツイッターで PRC 中華人民共和国政府はアメリカ国民が中国の指導者の発言を聞くことができているように 中国の国民がアメリカの指導者の発言にアクセスできるようにすべきだと述べています。PRC とは中華人民共和国の略称で中国の正式名称です。バーンズ氏の以前の投稿の一部は中国の2大ソーシャルプラットフォーム Weibo と WeChat から削除されました。どちらも月間アクティブユーザー数は数億人です。 削除された投稿の中で、バーンズ氏は次の内容に触れています。一つは、NATO サミットの詳細に関するリンクを共有したものです。他の二つは、香港返還25周年に関連するアメリカ政府とアメリカ国務省のコメントについて言及したものです。同様のソーシャルメディア上での発言の削除は、他のアメリカ政府関係者にも繰り返し起こっています。 今年初めに行われたアントニー・ブリンケン国務長官の対中国政策に関するスピーチは中国のソーシャルメディア上で全面的に禁止されました。しかしブリンケン国務長官のスピーチに対する中共側の反対声明は中国全土に広く拡散されました。さらに上海のアメリカ総領事館の公式アカウントは2012年にウェイボーで完全に閉鎖されています。 NTD ジャパンがお伝えしました。